はい、今回ねお笑いで M1 で優勝した錦織選手なんですけども、錦織選手の裏話ということで特にお話しするネタを私持っていないんですよね。まあタイトルには裏話って書いてますけども、裏話を私は知りませんと。ついさっきまで錦織選手がいたことも知らないし、 M1 っていうのに興味もなかったんですよね。でなんで今回こういうタイトルを取って動画撮ったかっていうと、まあ全ての優勝者には私は知らないけども裏話っていうかね、下積みっていうのがあったんだろうなと思うんですよ。いきなり出てきて優勝とかね、いきなり王座に君臨っていうんではなくて、やっぱりその人当事者の目線で言うと、まあ売れなかった時代が長く苦難の時代があって、諦めようかな、やめようかな、他の現実もあってフラ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 するわけですよ。それが30代40代になると本当にね重くのしかかってくるんですよね。これで外したら俺どうなるんだみたいなね。いやいや、でも何かにかけるってことは当たることもあるし、人生棒に振るかもしれないってことなんですよね。でも私はね、何かね目指すものがあるんだったら人生を棒に振ってでもかける意義があるとは思うんですよ。その一つがネットビジネスかなと思います。麻雀店をやっていても目が出なかった、一発逆転何かやらなくちゃいけないっていう時に情報発信をすること、それを選んだことによって、もしね人生棒に振るとしたらそれもまた一つの経験じゃないかなと、面白いんじゃないかなと思ってるわけなんですよ。で、あの怪人に出てくる利根川さんのね、あの全10巻のスピンオフを最後見終わったんですけども、あれね利根川さんが焼き土下座をして、その後の直属の黒服のその後の後日談とかが語られて最終的にはまとまってるんですよね。でその中でそれぞれ自分の道を見つけて、あるものは帝愛で、幹部に上り詰め、あるものは帝愛を離れて別の人生を選び、あるものはみたいな感じでね、自分の世界をそれぞれ見つけていく中で、全てにおいて利根川先生の、カリスマがあったから自分たちはやっていけるし、今でも利根川さんのことを忘れてませんよみたいなねモノローグで終わるんですよ。そしてラストシーンは利根川さんが海を見つめてね、その背中で終わってるんですよ。利根川さんが帝愛に未だいるのか、それとも帝愛を離れて暮らしているのか分かりませんけども、人生はね続いていく限り全てが途中経過であるっていうことなんですよ。利根川さんも途中まではね会長の本当におめでたの覚えよろしくナンバー2に君臨してたわけですけども、カイジとの戦いにより、失脚してですね、で黒崎っていう別の幹部がナンバー2に上り詰めて、それから剣道頂戴を図るために会社を離れたかもしれないし、ちょっと分かんないですけどもね。まあでもどんなところでもどんな時でも逆転する可能性はあるわけですよ。でもその逆転する可能性っていうのは、お笑いのね錦織さんだけではないんですけども、やり続けた人にしかその権利がなくて、辞めた人には可能性が与えられないってことなのかなと思うんですよね。はい、麻雀店から全く違う分野にいきなり来た私でもこうなった、あなたはどの道を行きますか？もう一花咲かしてみませんか？いってらっしゃい。